お世話になります、ひとりでございます。半年以上前に13万円で402個中古ロムを買う動画を出しましたが、冠の節減やらなんやらで眠れない日々が続いて、その開封を未だにできていませんでした。最近ダイパリメイクが発表されたこともありますので、その402個の中からダイヤモンドの中古ロム10個だけを開封したくなり眠れなくなりました。多くの方も同じく402個の中から10個開封したくて眠れていないと思いますので、今回はダイヤモンドの中古ロムを10個開封し、レアなポケモンがいるか検証していきたいと思います。よし、じゃあ1本目いこう。多分いいやつ来ると思うよ。ダイパリメイク来たからね。そりゃあ一発目で楽しませてくれるはずだよ。まるでダイパリメイクのピブヌ。おいマジかユウさんで、プレイ時間2時間36分ということで、怪しいですね。まあわかんないよ。でも持っているバッジ1個で、でもポケモン図が26匹いますから。はい、ポケモンを見てみるとすごい普通のストーリーのパーティー、すごい定番的なパーティーですね。一応ポケモンセンター行ってみましょう。ボックスを開きましょう。あーでも普通もう本当に定番的なやつですね。はい、じゃあ2本目行こう。エラーが発生したって、この画面初めて見たな。よし行くぞ。ちょっと待って、エラーが発生するって何これ。ここではちゃんと表示するんだけどね。おー来た来た来た、よかったよかった。そんなエラー起こしてるから謎の場所バグとかやってんじゃない多分。おーいい、良さそう良さそう良さそう。はい、喫茶キシティ、なかなかいい場所。このボックスの前で手持ちから見ていきましょう。はい、ここでオープン。おーいいじゃん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 。まあまあまあいいよ。ヒードラーまだ捕まえたばっかかな。でディアルがギラティナだ。なんでこんなみんなさ、あれなんだけどレベルがちょうどいい感じなんだけど、なんでだろうギラティナ空を飛ぶ覚えてるし、普通にちゃんと親がね、ちゃんとミサキっていう人のトレーナーですから、ちゃんと捕まえたやつだし、でもちゃんと秘伝要員になってるなんかこいつも秘伝要員になってるし、居合切れ覚えてるし、まあまあでもいいでしょ普通に。ヒードラン、まずこの時点でまあ悪くはないよね。中身見ていきますよ。おーおーおー、ちゃんとすげえしっかり揃ってるね。しかもボックス分けもちゃんとされてるという。ただレアなポケモンはイナッシングかな。今の水タイプのとこでマナフィーとかいない時点でちょっとまあそんないいやつとかはいないパティーンかな。あでもロズレイドと、あシェイミじゃん、シェイミ、これ正規シェイミかな。正規かどうやって見分けるのか分かんないけど一旦置いとこう。あでも意外とさ、いないポケモンいいんだね。氷とか一体もいないからね。で毒タイプもそんな別にいないと。でちゃんとこいつらもアグノムだけ捕まえてるという。おダークライじゃん、ダークライもいますね、ちゃんと。まあでもこれ謎の場所かな。十中八九これ捕まえた場所、確か謎の場所って出ないんだよね。フェアリー、フェアリータイプないのにフェアリーって書いてある、なんで炎うって書いてある炎おじゃなくて炎うって書いてるね。結構ちっちゃい子がやってたのかなっていう印象のやつですが、でもそしたらなおさらシェイミとかダークライゲットできるか、ちっちゃい子が。はい、じゃあ見てみよっか。もうすごい木の実とかもちゃんと揃ってるし、相当正当な方法でやり込んだパターンの方ですね。まあそれで謎の場所をやってるから正規かどうかっていうのはあれですけど、まあ謎の場所もね正規プレイみたいなもんですから我々にとったら。オッケーオッケー、ここの世代は結構認識されにくいですねやっぱり。はい来ました、来ました。はい来てくれ頼む、来い。あ初めてからか、マジか。ちゃんと律儀に最初からにしてくれるパターンの逆おせっかいみたいなパターンですね。よいしょ行こう、そろそろ来てほしいよ。早く来てくれ。あーもうなんですっごい初期なんだけどうわこれあれか、昔私持ってるゲームほとんどポケモンしかなくて、もう何周もやって超飽きてたから、また暇な時間使ってもう一回やろうとするんだけど、名前登録して始めようとした時点でもう全然つまんなくてやめちゃうパターンですね。これあるあるでしたわ。もうこれは見ることもしません、さすがに。そんな私は暇じゃないんでね。よし、ようやく着きましたね。これなかなかね、接触不良的な感じかよくわかんないけど、着きにくいやつも結構あるんですよね。なんかそういう時はね、押し具合とかね、調節して、ちょっと強めに押して、そのまま置いとくみたいな気持ちでやったりするとやりやすいんですけどね。なんでそういうやつに限ってこないの？頑張ったのに、これ着けんのに、5分か10分ぐらいかかったぞ、これ。わざわざ無水エタノールまで用意してさ、それでフキフキしたのに表面。頑張ったのが報われない。これは人生あるあるですね。OK、じゃあ行こう。これはもう即突きですから、もう、絶対来る。
オッケー、いいね、今んとこいいよ。シエスタっていう結構ねちょっと勉強してるような人が知ってるようなことでしょうから、インテリの人がやってる、つまりいいポケモンがいるってことですね。来るぞ。あ、交換しちゃった後かな、これもしかして。え、ちょっと待って、それはやめて。送っちゃった後だ、多分無理だ。うわマジか、絶対そうだな。ボックス整理、うわ完全に送られた後だ。うわー、律儀にこのダイパから全部送ってんすね。超ポケモンマニアだこの人は。あー、ちゃんといたわ。でもいくつかいるけど、ちゃんと弱いやつっていうか必要ないやつしか残ってないっすね。まあピンプクは割と珍しいかなっていう感じだけど、うわマジか。あ、ハッサムもいるけど連れていかなかったんだね。でも全部連れてっちゃったんだろうね。で、殿堂入りの方見てみる。あ、アルセウスちゃんとやっぱいたんだ、アルセウス。え、しかも親映画館じゃん。うわ欲しかったな、親映画館アルセウス。てしかも天井村レジギガスいたんだこの人。しかもダークライも。うわこれね残してくれなかったんだ、やっぱり送っちゃったってことですね。天井村レジギガスなんて一番欲しいやつっすよ私が。ひゃー、ゲイついた。いやほんとつかないのも多い。来てくれ、そろそろいいやつ来い、頼む。おこれはこれはいいんじゃない。いいけどこんだけマニアだったらやっぱ送ってるパターン多いかも。一番今んとこいいんじゃない。223時間はやばいでしょ。なんでこっから始まんの。あ、そっかそっか、チャンピオンクリアしたから的な感じか。ここでね空飛ぶ使いたいんだけど、まずポケモンで中身確認していこう。おおいいじゃん、めちゃめちゃいいじゃん。海王がまでいるし、ちゃんとすげえ、ルギアもいるし、いいじゃんいいじゃん。デオキシスさんもいいんじゃん、すげえ。え、色っちじゃん、色っち色っちじゃん。なんでありえない、これ改造か、これはさすがに改造やばいでしょこれはちゃんと大丈夫っぽいね。ダークライは、あ、おや、スクリーンダークライはいんの。今調べてみましたけど、ちょっとやっぱいないみたいですね、親スクリーンは。なんか映画館っぽい名前じゃないですか。これわざとそれっぽくするためにつけたのかな。あ、でもこれ何、素敵な場所で運命的な出会いをしたようだになってるね。え、どういうことなんだこれ。改造ってことか、普通に。ちょっとこれはよくわからんけどねやばやば、リボンやばすげえ全部ついてんじゃん。うわーこれ海賊性な、ちょっと海賊性ぞ。え、これも色違いかよ、ちょっと待って、ガチやばいっしょ、かっこよすぎでしょ。あーでもこっちは持っている数ちゃんと7個だから、逆に言えばこれ7個ってことはさっきのやつちゃんとガチでつけたってことかな。20何個やばいでしょこの人、やばいしか言えないわ。ルギアは色違いじゃないと。これルギアなんか親名変わってるなと思って調べてみましたら、なんかどうやらポケモン XD から送ってきたルギアらしいっすね。あ、これちょっと方園地方だからちょっと違うのかな、ってことはやっぱ改造なのかな、ちょっとよくわからんけど。この辺りでなんかリボンもなんかナショナルリボン付きらしいっすけど、あああるね。どうなんだろうこれ、いやこれ本物か。でもありえなくないからね、これが一番やばいでしょマジで一応でもありえない個体ではないらしいっすね。ファイアレッドリーフグリーンでオーロラチケットでデオキシスが出るらしいんですが、そこで色厳選しないと出てこないらしいっすね。なんでありえなくはないので、ただめちゃめちゃ珍しい。え、新事故で出会ったってことはこれ完全改造、新事故じゃないよね、それはありえないよね。やっぱ改造か。アルセウスは親がちゃんとこの方の名前となってるので、あ、始まりのマサンじゃん。じゃああれでゲットしたんだ。これは、まあ普通の個体かな。ちょっと空飛ぶしましょう、っていうか本来の目的を忘れてました。空を飛ぶは誰も覚えてないし、しかもいや手動で行かないとね、やだ。殿堂入りした時空を飛ぶ持ってないから、最初の町まで行くの超だるいっていうのはめちゃめちゃあるあるですよね。ボックス整理、うおー、がっつりおるじゃんめちゃめちゃいいじゃないですか。ただもうみんなね、だいたいこの一つ目のボックスにはねスボーミーがいるっていうあるあるだわこれ。ちょっと待って、これバンギラスじゃん、いいじゃん、色違いちょっと怪しいぞこれマジ。いや改造くせえなー。おー、ちょっと待ってメロメロと色違い初めて見た、すげえ真っ黄っきなんだこんな。うわー怪しい、ただ面白い。うわーコリンクもおるじゃないですか、ありえなくはないからね。まあただ十中八九、うわゴーリキーも色違いっすね。うわポニータも色違い、これはもう怪しいわ、怪しさがどんどん増えていく。オーケーのオニスズメも、ちょっと待って、
色地ばっか。だいたいさ、これ10個開ければ1個ぐらいは改造っぽいさやつがあるんだね、やっぱり。うわーすごいぞこれ、 100% 改造だこれ、さすがに。あ、でもちゃんとさ一個一個違うんだよね、一個一個親目がさ違うから、ワンチャンありえなくもない。色違いだくらいまでいいんじゃん。一応これちゃんと厳選できるっぽいからね、まあありえなくはないし、しかもこのちゃんと親目はこのトレーナーの方ですから。あー、ただ完全やばいっすね。210番ドローはさすがにないでしょこれ。改造だな、親目スクリーンって。これプレシャスボールかな、だけど親目は映画館じゃないとありえないよね。あれ、バグった。あれ、急に動かなくなった。なんで、え、バグったぞ。何も押してないのに急にバグりましたね。怖いわこれ、どういうこった。よし、また戻ってきた。めんど、何体いんだ。シェイミー、色違い絶対もうありえないんでしょもうこれ。210番道路で会うってもうありえないからね。シェイミーでも色違い初めて見た私は。レジギガス来ましたね。レジギガスは親店員村が欲しいんだよな。いないか、なんだこいつ。もう色違いやべえな、ゴリゴリのキラティナまで色違い。あ、これは戻りの洞窟だからまだいいけど、完全もうダメだろこれ。うわーすげー、パルキアも、え、レジギガス、レジロックも色違いっすね。やばいっすね、でもほんと。いやーすごい、アルセウスもいっぱいいる。マナピーレベル1いっぱいいんじゃん。ポケモンレンジャーからでもちゃんと送ってきた設定になるんだ、ガチやべえ。しかも全部親目がウッピーさん。ちょっといいドラ色違い、ミュウツーもいるし、ちょっと待って待って、ミュウもいるし、改造でもまあ見れるのは嬉しいと。まあひとまず取れ高があったからよかったわ、どっちにしろそれが YouTuber としては嬉しいですわ。あとセレビー、ホウオウ、ルギア、この辺り全部一個一個見てもね、多分おそらく改造でしょうから。デオキシスもう全部揃ってんだ、偉いね。ちゃんとレックウザもいて、ジラーチもおって、ちゃんと、うわ、コダック色違い、すごいねこの方は。まあ、色違いっすね、青たちも。タツベイも色違いですごいすごい。ドータくんまで丁寧に色違いですね、色違い尽くしですね。まあでもちょくちょく違うやつもいるけどね、不安定は色違い。うわーすごい EV、 なんか昔のやつで見る色違いってやっぱまたいいよな、全然違いますもんね。あ、マンムーも色違い、一目で色違いって意外と分かんないな。うわ、アンノーンすごい、ちゃんと揃えてるみたいですね。でも全部じゃないんだね、全部するとかこういう人の場合ありえそうだけど、ちょくちょく混ざってるっていう感じだね。フィオネが混ざってた普通に。マナフィーもいるし、まあここの人の答えはちょっと別のやつに送れないが、またマナフィーいるし、マナフィーどんだけいいんだよ。しかも色違いじゃんこいつ。うわ、フライゴンも言った、色違い。セレビーとかなんか普通のポケモンに混じって幻がいるんだけど、うわ、ほんと色違い多い、結構いますね。ここにもまたね、ダークライまたいるんだ。ミュウもちゃんといると。あ、波動じゃん、波動、波動ミュウは結構いいぞ。50716ですからね、ちゃんと ID も合ってるかな。でモンスターボール入りだからね、ちゃんと正規っぽい感じもするけどねこれは。まあでも怪しいけどね。まあでもちょくちょく本物っぽいものもいるんだよな。願い星ジラーチもいるじゃん、これは親の ID も合ってるし、30719で合ってるし、どうなんだろうこれは。公園地方からだからね、ちょっとよくわかんないけど。メタグロスもいた、めっちゃすごい、いいね。ポリゴンもいるし、すごい多い。卵だ。まあこんな感じで一周したけど、まあ改造でしょうね。ちょっと一応ちょっとバック見てみましょうか。うわやばい、やばすぎる。何にちょこちょこ使ってんだよ、何かわかんないけど。穴抜けの紐6回分使ってんだよゴールドスプレーわかるけどハートの鱗とかちゃんと使うやつ系は使ってますね、しっかり。回復系も全部ある、マスターボールも900個ある、じゃあ100個ぐらい使う。ちゃんとさプレイ結構してるんだなっていう印象ですよねこれ。結構改造しつつもしっかりやってんすね。メールまでちゃんとあるというね、あるかな、ワンチャン。お、展開の笛じゃん展開の笛、大木戸の手紙、メンバーズカードマジか、それはやばいっしょこれ。一応中古ロムで手に入ったやつだけど、これやったら炎上しますかね。使ってみたい気持ちもあるけどね、あの放送はできないかな。展開の笛とかね、ちょうどタイムリーな話題だし、まあやめときましょう。まあ楽しませてもらいましたよ。
よっしゃ、いい波来てますよ。来いよ。おー、うわ、微妙。持っているバッジ7個で33時間プレイだからね。ワンチャンありえるぞ。見ていきましょう。うわ、電気ちゃんと分かれてるけど少ない。一個一個がリカちゃん、リカちゃん人形で遊んでた子かな。そっち中心だからあんまこっちは深くはやってないと。出たー、おなじみすぼみ。はい、じゃあポケモンの方を見てみよう。もういかにもその旅パっていうかさ、そういう感じいいっすよね。懐かしい感じがする。残り2つなんですけどなかなかつかないっすね。お、来た来た、ようやく来た。いや無理か。 OK、 来た。おっしゃおっしゃ、20分ぐらいかけてようやく着いた。あー、読めない、マジか。 OK、 来た来た来たぞ。おっしゃおっしゃ、ようやく着いた。めちゃめちゃ時間かかったわこれ。ようやく着いたんだからいいやつ来いよ。もうこんな時間かかったの初めてだ。 OK、 いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない。豊かさん、豊かさんで297匹で300。これめっちゃ粘ってよかったわ。あれ？この状態から始まるパターンは嫌がらせパターンという私は呼んでるんですが、あのルビサファのリメイクのやつでも確かなんかこういうところから始まったやつあって。おー、でも内容いいじゃん、めちゃめちゃいいじゃん。ミュウっていう名前ついてるし、アルセウスに。とりあえず飛ぼっか。つかないと諦めてたのに。いや、こういうやつにこそいいやつは眠ってたのかもしれないですね。コトブキシティで、やっていきましょう。はい、じゃあ見ていくよ。はい、ギラティナ、ちょっとダメージ食らってるギラティナ来ました。はい、これちゃんといいね、正規っぽい感じのやつじゃないですか、しっかり。はい、じゃあこれでエンペルとちゃんとしてる。おお、ラティオス色違い、いきなり来ましたね。応援地方から来た。これは全然ありえるよ。でもこの辺ちょっとリボン多いのは怪しい感じするけど、まあでもいいんじゃない。うわ、アルセウス色違いこれはちょっと怪しいぞ、おい。あー、もうこれ完全改造っすね。なんだよ、せっかく頑張って出たと思ったのに。じゃあ先に道具見てみましょうか。道具もね、改造パターンあるので。あ、これはでも割と普通っぽいけど、うわ、すごいしっかりやり込んでるパターンですね。これは改造一切してないっぽい感じですよね。ちゃんと揃えてるあたり、真面目な方なんだけど、まあ改造あるっぽいけどね。で、うわ、木の実系もちゃんと揃えてるっていう感じで、すごいなこれ。真面目にやってるんすね、すごく。おお、これ見ていきましょう。あー、ディアルガいるけど、まあ普通のフリーザー、ユクシアグノム、まあこのあたりも普通かな。珍しい進化、進化じゃないよねこれ。このあたり普通かな。このあたりもすごく定番なポケモンですね。色地も全くいないっすね。あ、シェイミだ。シェイミはどうなんだこいつは。謎の場所でしょうね。ただ普通の色違いもいないっすね、全く。ボックス豊かだ。だから珍しいのはラティオスかな、一番いいの。これは正規なんじゃん。だから割と悪くはないんじゃないかな。あと1個ラストつけてみましょう。お、ついた、ついた、ようやくついた。ほぼこのラスト2本だけに時間かけてるわ。来いよ、ラストがいい気持ち。え、おいでもわかんない、持っているバッジ05でポケモン図鑑11匹。わかんないよこれ。お、交換してるぞ、ワンチャンあるぞ。わかんないよ、ポケモンで来るかもよ。いやー、定番ということで、検証結果、中古ロムに改造は多いし DS ソフトはほんとつきにくいでした。やっぱりいいやつは改造臭いのが多いですね。そしていいやつを持ってた雰囲気のあるソフトはだいたいちゃんと別の世代に送ってる気配のあるやつが多いですし、やっぱり人生そんなに簡単じゃないですね。とはいえ、さらに数十個くらい開封していけばテイムラレジギガスくらいは気配が見えたので手に入りそうな気はしますね。ただ私の今までの経験上、ダイパーは本当に起動しにくい気がします。ルビサファは何度かやれば起動することが多いですが、 DS 系はゲームボーイアドバンスより新しいのに DS の構造的に接触の問題起こりやすいのか分かりませんけど、そういう意味で中古ロム開封は苦労するところがありますね。最近はチューとかできなくてストレスが溜まりやすく、普段の苦労が3倍くらいに感じられますから、チュー好む私が残り392個開封できるか心配です。